こんにちは、アラマデラです。化粧品や食品はよく外国製品は安全性が心配、でも日本製は安全って思っている方いらっしゃると思いますが、日本は食品も化粧品も外国に比べて多くの添加物が使われていて、外国では危険性が指摘され使われなくなったり、安全性が問題視されているような成分が結構使われていたりします。歯磨き粉は口に入れるものですが、食品ではないので化粧品やシャンプー、洗剤に使用するような添加物が入っています。例えばシャンプー、化粧品などによく使われる合成界面活性剤ラウリル硫酸ナトリウムが発泡剤としてほとんど配合されていますし、あと戦争中に高価な砂糖の代わりに使われていた化学合成された甘味料サッカリンナトリウムや、コールタールから作られる合成着色料赤色軟合、黄色軟合などのタール色素、そしてフッ素、フッ化ナトリウムなどです。また塩ではない粒々の入った歯磨き粉は、あの粒々はプラスチックビーズで分解されず、そのままマイクロプラスチックとして海に流れ、海の汚染物質を吸着してそれを魚が食べて、また因果応報のように人間の体に帰ってきます。なのでそういう製品も避けたいと思います。口の中は皮膚と違い粘膜ですので、吸収率が皮膚の何倍も高くて、配合成分を知るとちょっと使いたくなくて、私はアイハーブなどでそれらの添加物の少ない商品を購入したり自分で作ったりしています。今日はその私が時々作る歯磨きペーストのご紹介です。材料は重曹、カオリン、植物性グリセリン、そしてアロマ精油のティートリーとペパーミント、そして容器をご用意ください。重曹は食用グレードのものにしてください。ではまず重曹を小さじ3入れます。カオリンは小さじ1弱です。そこへ植物性グリセリンを小さじ1から2、好みの硬さで入れてください。そして混ぜます。もし柔らかすぎた時は重曹を足してください。そして硬い時はグリセリンを足してください。今日は清涼感のあるミント1滴と殺菌・抗炎症作用のあるティートリー精油1滴を入れます。歯肉炎や口内炎、口臭を防いでくれます。よく混ぜたら出来上がりです。グリセリンは植物性ではなく普通のドラッグストアで売っているものでもいいです。クレイは金属を傷めることがあり、歯の詰め物は金属ですが、これぐらいの量で歯磨きの間の短時間だと特に問題はないと思います。クレイを入れると歯がツルツルになっていい感じなのでたくさん入れたくなりますが、念のためにたくさんの量を入れるのは避けた方がいいと思います。また心配な方はクレイは入れずに重曹と、グリセリンだけでもできますので、それで作ってみてください。使用するときは歯ブラシを直接入れると雑菌が入ってしまうので、小さなスプーンですくって歯ブラシにつけるようにしてください。妊娠中、授乳中の方はペパーミントではなくスペアミントまたはティートリーだけで作ってみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。